どうも、推しは日向わさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年々目標1600人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは山のすすめネクストサミット第8話です。いやー、楽しみだね。まあ、まず前回のおさらい。第7話が何が起きた、なんかよくわかんないんだけどさ、アベマで見てたら、俺プレミアム入ってんだけど、なんか視聴期限が切れましたって出てんだよね。なんでなんだろう。まあ、でも内容としてはね、その年末年始のお話でした。で、まあその第6話がさ、クリスマスらへんで、第7話がまあそれから1週間後ぐらいのっていうことで、初日の出を見ようかってなって、じゃあみんなで行こうぜっていう話と、あとは今までね、そのまあその登山のメンバーでしか行ったことなかったんだけど、初めてクラスメートと一緒に行くっていう感じの描写があって、あれめっちゃ良かったな。良かった。で、まあ初日の出見るときは、あの富士山にね、前挑戦した時に富士山から見た日の出ってどうだったのとか、そういう会話があったりとか、クラスメートと行ったのが高尾山なんだけど、まあそこでこう、私が初めて高尾山に登った時、葵が初めて登った時はこうこうこうでっていうのをこうクラスメートに対して言ってっていう描写があったりとか、めちゃくちゃ良かったんだよ。でエンディングもまあまた良かった。クラスメートのやつだったからね、あれはあれですげえ良かったなって思ったんでね、今回も楽しみで、なんでもう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。そう、高尾山行ってきたよ。21日月曜日に高尾山行ってきた。反応にオープニング中に喋ろっかな。よし、はい。それでは ABEMATV で再生していきます。3、2、1スタート。なんかちょっと違うぞ、これオープニングない流れなんじゃねえか、もしかして。オープニング情けだ。オープニングないな、多分。やばい、入試まであと1ヶ月か。オープニングないね。パワースポットでバレンタイン。鬼おるやん。うるせえ。なーぜ、なーぜ、ほう、
い大丈夫になってんだろ、高いところ。あら、そうね。お兄ちゃん。
そう、それ。ああ、ちょっとしかない。まあ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 、可愛らしいの。足につけるやつよ。大丈夫かな。受験が。スノーシューにチャレンジ。あら。
そういうのがあんだな。裸やん。文学。マイナス2度。ほぼ氷やもんな、これ。寒そう。あ、バラクラブ。ちょろい。おお、求めていたのはこれやんな。
渡っていいのか、大丈夫か。ああ。連呼しまくるやん。赤いね、みんな。一匹ずつ全部かけて食いたいよな。生きてえこれ、生きてえこれ、いいな、これ、いいわった。今回のエンディング、雲行き。写真撮りよるね。ここねの写真見てんだよな、やっぱ。半目。断壁に立って、断壁で合ってるっけ？断崖に立って、どっちだっけ？うわ、すげえ。ちょっと待って、読み方が分かんない。なんて読むんだっけ？読み方が分かんない。
断崖に立って、危なかった、日本語を間違うところだった。断崖に立って、完全にこれはすごかったな。いやー、受験が来ちゃうよ、やばいな。もう1ヶ月は切っとるってことやもんな。どうなるかな、ほのかどうなる、それもちょっと心配だよね。そっか、マジか。いやでも息抜きとしてはちょうどいいんじゃない、大丈夫でしょう、今後も。いや大丈夫、まあでもやっぱこうやって行けたのはいいんじゃない。やっぱカメラを持ってるとどうしてもね、固定されちゃう、写真撮る係みたいなんでさ。まあでもどう、あ、まあいや、まあ、いいな。山のすすめってね、すごいいいからみんな見てくんね。そうだからね、飯能行った時もね、すごかったよ。山のすすめがいろんなところにあるから。山のすすめアニメなんちゃらみたいな、あと立て館とかもあったりさ、めっちゃ良かった。いや今回も良かったね、ありがとうございました。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、山のすすめネクストサミット第8話でした。ありがとうございました。奈良に。